はい、小田急さんのビルですけど、先ほど電車から取れたか分かんないですけど、もう取り壊しなんですよ。もうこれ最後だと思うんで撮影しておきます。もう本当に取れなくなっちゃうんで、京王さんがあそこを、まあ、あれあのまんまなんで当分ですね。こんな感じですから、はい、まあ、小田急さんの動画に関しては以前の動画をご覧ください。メトロさんが隣、もう一体開発ですね。はいはい、一応この小田急さんと最後で撮っておきます。もう本当この辺、これもなくなるとかいう噂ですよ。これはどうなんだろう、まあ、再開発、そのうちすると思います。で、やっぱりこれですよ。ね。はいはい。今17時なんで、はい。中央線取る？中央線のマークも入れておきましょう。サービスですよ、中央線のマーク入れとんの。あ、特急来ました。特急、小田急さんのマークここ入れとくんで、ここに。どうでもいいですけど、もうグリーン車と取れなくなっちゃうんで、これ。はい。
るかどうかわかんないですけど、209ですよあれ。わかります209。微妙にわかるってか。ああ。おっと、中央線詰まっちゃった。詰まりました。8番線今ドア閉まりましたんで、詰まりますわ。まあ、そりゃそうか。ここを埼京線通るんで、ちょっと引きますよ、画面。中央線止まっちゃったけど、詰まっちゃったけど、ちょっと そこまでやってらんないかな。引きます。おーっと、いいらしいです。総武線に抜かれるのは悔しいですよね。新宿でこういうことやってるとだいぶ痛い目で見られてますからね。視線は背中で受けてますから、もう本当にもうね、やばいね、やばいですけど楽しくやんないと。はい、お疲れ様でした。じゃあ小田急さん最後でした。グリーン車の上ですから。はい。